イオンビッグ株式会社は、イオングループでディスカウントストア事業を展開、運営している企業である。2011年8月21日に、イオンリテールからの会社分割により設立された。中部地方を中心に、北、関東、近畿でイオンリテールが手掛けてきた、ザビッグなどのディスカウントストア21店舗の事業を紹介している。2018年4月4日まで本社は、 イオンリテール東海、長野カンパニーのある愛知県名古屋市中村区名駅に置かれていたが、同年4月5日に第2とも豊かビルへ移転した。もともとザビックはマックスバリュー西日本の原流会社の一つである緑が展開し、それ以外のマックスバリュー運営会社でも展開されるようになった食品中心の DS 事業であった。消費者のデフレッシなどを踏まえて、 DS 事業をイオングループの成長戦略の柱の一つと位置づけることになり新たに独立させたものである。イオングループは総合スーパー事業主会社の統合などグループ再編を進めておりその一環として位置づけられている。従来からのイオンの DS 事業であったメガマートは一部店舗が1992年にイオンと京葉石黒ホーマとの合弁で設立した京葉ジャスコ 石黒ジャスコにより運営されていた時期があり、再度の分社化となる。当社と岐阜県内に7つある店舗すべてで災害時の協定を自治体と結んでいる。2019年9月1日付で、マックスバリュー東海とマックスバリューチューブが合併するにあたり、両社の事業を通常のスーパーマーケットに集約し、ザビックの運営はイオンビックに関する方針が示された。なお、 メガボルトチューブの店舗は同年6月1日にメガボルト東海の店舗は同年7月1日に承継された。イオンリテールが運営していた以下の業態を承継している。2020年2月時点で3業態合計の店舗数は78店舗で大半はチューブ地方に展開する。前述のように2013年よりエクストラヒコネ店を皮切りに新規出店も 行われており、2020年2月時点で25店舗が該当する。店舗例、ザ・ビッグアノウチ店元々当社では、通常業態のザ・ビッグを出店していなかったが、メガマートからの業態転換により、新たに展開されるようになった。2019年7月1日にマックスバリュー、東海から35店舗の運営を引き継ぎ、同年9月14日に、 同社からの継承後初の新店舗がオープンしたことにより、2020年2月時点の店舗数は46店舗を展開する。このうち、岐阜県の蟹見竹店は、新規店舗、神奈川県の相模原に本末店、山梨県の北斗須玉店、静岡県の浜松萩岡店、静岡豊田店、吉田店は、マックスバリュ東海が新規開業した店舗、山梨県の笛吹井戸店、 三重県の津東方店、滋賀県の豊里店は、犬基出店によって開業した店舗、神奈川県の小田原こと武器町店、山梨県の厚生店、稲崎店、甲府阿古店、海式島店は、マックスバリュー東海が犬基出店によって開業した店舗である。なお、埼玉県の八尾南店と東京都の秋島店は、イオンリテールが、長野県の店舗は、 マックスバリュー長野が兵庫県の店舗はマックスバリュー西日本がそれぞれ運営する。山梨県の伊沢店は総合スーパーのイオン、伊沢店に食品テナントとして入居している。ザビックがこのような形式で出店するのは珍しく、他にイオン九州が運営する広北店があるのみである。静岡県の静岡城北店はもともと静岡屋として開業し、制風を経て、 グルメシティ関東が運営していたが、2014年3月に、マックスバリュー東海が譲り受けて、マックスバリューエクスプレスとして開業。その4ヶ月後に、旧、ジョイフル東海の店舗だった、マックスバリューエクスプレス静岡東瀬店との統合を、兼ねてザ、ザビックに再転換された店舗である。店舗例、ザビックエクストラ、寄付池田店通常のザビックよりも、 店舗面積が広く品揃えを充実させた派生業態。当社が運営していたザビック業態は当初このザビックエクストラのみで分社当時は栃木県及び滋賀県内の3店舗で展開されていた。その後、イオンスーパーセンターやメガマートからの業態転換により岐阜県、愛知県、三重県、奈良県にも出展されるようになったほか、前述のように 彦根店を皮切りに新規開業による出店も行われるようになり、当社の主力店舗となっている。2020年2月時点の店舗数は18店舗。このうち、新規開業の店舗は、彦根店、玉城店、湖南店、ヘグリ店、山形店、鈴鹿玉垣店、モト店、かかみが原うぬま店の8店舗である。なお、兵庫県の店舗は、マックスバリュー西日本の運営である。 店舗例、ザ・ビッグエクスプレス花の起点9、マックスバリュー中部運営店舗売り場面積線、平方メートルクラスの小型店舗業態で、主に食料品と日用品のみの取り扱いとなる。2016年7月1日、愛知県岡崎市に、岡崎福岡店をオープンした。この店舗は、旧、フードマーケットマム福岡店をい抜きし、 2019年6月1日にマックスバリューチューブから同年5月30日をもって閉店した向島店を除く13店舗の運営を引き継いだことで2019年6月時点での店舗数は14店舗を展開する。このうち愛知県の楠の木店と南洋店はマックスバリューチューブが新規開業した店舗である。ありがとうございます。